S, S 最後の警官マイナスは、原作、小森洋一、作画、東堂博史による日本の漫画作品。ビッグコミックにて、2009年16号から2016年7号まで、連載。単行本は、全20巻。犯罪者の確保を絶対目的として、警察庁内に設立された、架空の特殊部隊の活躍を描く。TBS 系列で2014年1月から、 テレビドラマ化され、また映画化もされた。詳細は、テレビドラマ、映画を参照。警察庁特殊吸収捜査班、それは、通常の警察官では、対処できない凶悪な犯罪に対処しつつも、犯人の殺害制圧ではなく、生かしたままの逮捕を目的とした部隊であり、その存在は広く、国民にも告知されている。だが、警察上総部の真の狙いは、 NPS ですら対処できない、凶悪犯罪者が登場した際にサットを投入して、解決することで、国民世論を凶悪犯罪者制圧ようににへと、導き、サットの権限を強化することにあった。隊長である、カシー・ヒデキは、そんな上層部の思惑を承知しつつも、逆にそれを利用して、NPS を組織し、少数精鋭のメンバーで多発する凶悪犯罪へ、 立ち向かっていく。本作に登場する、または言及される、特殊部隊を、架空、実在とも記載。年齢は原作による。原作者が、ウルトラシリーズのファンであるため、登場人物の名前はすべてウルトラシリーズに、登場した人物の名前から取られている。警察庁特殊吸収捜査班所属の隊員。警視庁特殊吸収部隊所属の隊員。 海上保安庁特殊警備隊所属の隊員。S 最後の警官マイナスのタイトルで、テレビドラマ化され、2014年1月12日より3月16日まで、毎週日曜日21時21時54分に、TBS 系列の日曜劇場枠で放送された。主演は、向井治で、向井の同枠のドラマ主演は、サマーレスキュー天空の診療所以来2年ぶりと、 なった。2013年9月10日に制作が発表された。本作ではデジタルシネマカメラを使用し撮影されている。詳細な人物説明は原作部分を参照。本項目では簡単な続き柄を記載。役名の横の括弧内の数字はドラマ上での年齢。複数話、単話登場の場合は演者名の横の括弧内に吹き。 主要人物警察庁 NPS 警視庁、サット一校の関係者譲るの関係者警察、関係者国際テロリストゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第6話第7話第8話第9話,話,話、最終話、S 最後の警官奪還リカバリーオブアワーフューチャー、は、2015年8月29日に公開された、日本映画。 上記テレビドラマの劇場版として放送開始前に映画の制作が決定した。全国319スクリーンで公開され、2015年8月29、30日の初日2日間で、公衆2億393万2100円、動員16万143人になり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。 です。S S 最後の景観奪還リカバリーオブアワー、フューチャーに関するカテゴリー。ありがとうございます。